こんにちは、高森です。ありがたいことに視聴者の方から理科大関係のコメントをいただいたので答えていくという感じのあれになります。寝起きなんで声がガラガラなんですけれども許してください。KN さんですね。高森さん、いつも動画を拝見しております。ありがとうございます。質問がありコメントを書きましたと。現在理科大2部ですねの物理学科に所属している学生さんでして、次から3年で研究室配属を視野に入れているということですね。研究室見学に行ったところ、教授の人に GPA 2.5 以下だと厳しいというか足切りを食らいますよみたいなことを言われたらしくて、まあ、3くらいいないと厳しいよという、まあ、なかなかハードなコメントをいただいたという感じらしいですね。で、それを受けて2点コメントがあって、まあ、高森さんは研究室配属の際 GPAどれぐらいでしたかということと、まあ学部、もう一個ですね、学部や研究室によって異なると思いますが、GPA どのくらいあれば安心ですかと。まあ、望む研究室に行くためにはどれぐらいの GPA があればいいですかということですね。という感じですね。これを答えていくというあれですね。で、まず1点目ですね。研究室配属の際 GPA どれぐらいでしたかという感じなんですけど、まあ私は確か 3.3 ぐらいだった気がしますね。GPA 3.3 で、学部で行くと、確か私の代は79人ぐらいかな。3年から4年に上がれるってなったんですけど、まあ、席次は10番ですね。10位っていう感じでしたね。まあなんか調子乗ってね、一桁台だよとか調子乗りたかったんですけど、まあなんか一歩及ばないっていうところが私らしくして、まあいいのかなっていう感じの順位でしたね。で、この順位っていうのが、なんかアンオフィシャルなんですけど、GPA を単純に高い順に並べた順番ってわけじゃないらしくて、なんか全ての試験においてなんか偏差値みたいなのを取ってるらしいんですよね。全ての試験の偏差値を鳴らして高い順に並べたのが順位付けされるっていう感じだった気がしますね。だからなんかレポートとかが頑張ってる人とかはなんかあんまその辺盛り込まれてないのかなっていう印象を持ってましたね。当時は純粋にその筆記試験の強さみたいなので順位が決まってるみたいな感じみたいでしたね。多分ですけどね。まあとはいえなんか何だかんだ GPA 高い人って筆記試験もよくできちゃうみたいな相関があると思うんで、あんまり関係なくて、まあ、大まかに GPA 高い人は順位も高くなるっていう認識でいいと思いますね。2点目ですね。 GPA どのくらいあれば安心ですか、研究室配属にあたって、まあ、安心ですかっていう感じなんですけど、これはね何とも言えないですね。まあ、高いに越したことはないっていうのはまず間違いなく言えるんですけど、結構難しいですよねここって。まあ、なんか学部学科によって研究室配属のやり方とか成績の付け方は違うと思うんで一概に言えないと思うんですけど、まあ私がね所属していた工学部機械工学科の話にはなるんですけど、まあ人気の研究室は3あっても厳しかった印象がありますね。なんでかっていうと、人気の研究室ってほぼ定員5、6名に対してさっきの順位が10位ぐらいのところで大体埋まっちゃうんですよね。だから GPA 3とかだと大体順位的にどうだろうな、11位から20位ぐらいに分布するのかなっていう印象なんですけど、ちょっとね足りないんですよね。そのトップ層に入るにはなんか GPA 3.5 とかなんか 3.6、3.7 みたいな化け物みたいなやつらがいるんで難しいですね。そういう人気の研究室っていう場合はもう上位に食い込まないと枠埋まっちゃうんじゃないかなって思いますね。ただ研究室によってるんですよね、これ。なんか自分が入りたい研究室が、例えば不人気な研究室とかだと、結局、まあ研究室の枠ってね、成績が異常にこう埋まっていくというか、希望を出して取っていくみたいなスタイルなんで、仮に自分の研究室、入りたい研究室があんまり人気がないというか、枠が埋まらない感じだったら GPA 低くても問題ないっていうところはあるんで、あんま、一概には言えないっていうところですね。明確なこう数字がバンって出せなくて申し訳ないんですけれども、まあ、あとは研究室によってはなんか教授との相性みたいなのもあって、教授側が逆に選ぶ人を成績によらずね面接とかをしてふるいにかけるみたいなのがあるんで、そこでちょっと下駄履かせてもらうっていうのもワンチャンあるかなと思いますね。 GPA が低い場合ですけどね。まあだからね、本当にね、学部とか研究室によって研究室配属に当たる指標って異なるんで、本当一概には言えなくて GPA こうだって言えないんですけど、まあ3ぐらいあると
まあまあ安心なんじゃないかなっていうあれじゃないですかね。まああとは周りの2部の学生が GPA どれくらいに分布してるのかっていうのも地味に大事ですよね。結局順位というか相対的な自分の位置が大事になってくるわけなんで、例えば GPA3.8 とかでもみんな4とかだとまあなんかダメじゃないですか。そういう感じで周りとの、まあ、自分の位置ですよね。周りに比べて自分は成績がいいとか悪いとかそういうところも大事かなって思うんで、まあ本当に一概には言えないっていう感じですけど、教授の話だと GPA2.5 以下だとまあ仕切りになっちゃうよみたいな感じなんで、まあ例年多分その研究室には3とかそれ以上の層が入るんじゃないかなっていうところが予想できますね。なんでまあ指標として GPA3 以上ぐらいあるといいんじゃないかなっていう感じなんですけど、まあやっぱ一概には言えなくて、普通にね教授にどうしても入りたいんですわみたいな話をするとか相談するとかでなんか道が開けたりも全然あると思うんで、まあそういうところをね意識しながら研究室配属に向けていろいろ動いていくっていうのが良いのかなと思いますね。